はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモ、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちはということですね。今日の動画で何をやっていくかというと、先日ですね、これから、今ちょうど8月の、お盆の時期なんですけれども、すごいねまだ暑かったり、台風が来たりとかね、いろいろちょっと天候がね、ちょっと急に雨が降ったりとかゲリラ豪雨があったりとか、いろんな、ちょっと気候になっているんですけれども、まだ暑い中ですね、結構もう皆様結構秋冬とかを探している時期かと思います。でそんな中ですね、結構こう僕アクセサリーの動画は今までいろいろ紹介させていただいたんですけれども、今回新しくですね、ちょっとエルメスのヴィンテージのリングをちょっと購入しましたので、それを紹介とプラス、今までちょっとコレクションで持っているエルメスのアクセサリーを一気にちょっと公開しようかなと思ってます。全部で5個ぐらいですかね、エルメス今日は紹介して、前紹介したアイテムも、もちろんありますので、ちょっとその辺は被っちゃうんですけれども、エルメスの俺のエルメスということで、紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でそれを見てですね、なんかアクセサリー選びとかの参考にしていただければなと思っております。はい、ということで、まず一つ目なんですけれども、こちらが今回購入したリングになっております。ちょっとピントが合うかわかんないんですけれども、エルメスの、ヴィンテージのですね、ベルトリングになってます。はい。ちょっと商品名とかは、載せとくんですけれども、こちらが、はい、こういうリングになってまして、これが小指のサイズで、だいたい15ぐらいのサイズになってます。で、ちょっとこういうベルト。で、これ見ていただくと、ちょっとこのあたりにアップの写真出そうかと思うんですけれども、色が、シルバーと、あと、K18、金のコンビになっていて、ちょっとそのコントラストがね、すごいかっこいいなと思って購入させていただきました。はい。で、結構こういうベルトリングって色々出てるんですけど、これはこう、ちょっとこう、メッシュの、なんか柄が入ってるような、リングになってます。僕ちょっとこれは、小指用で購入をしました。で、今までこの、シルバーとゴールドのコンビのものって持ってなかったので、ちょっと新鮮かなと思って購入させていただきました。はい。で、普段僕、最近本当に小指につけることが多くて、こういう感じで、ちょっとクロムハーツもね、柄の、リングなので、ちょっとうるさい感じにはなってしまうんですけれども、夏だとちょうどいいかなと思って購入させていただきました。で、シンプルに1個で、つけても全然すごいね、存在感が、そんなにすごい大きいリングではないんですけれども、存在感があって、やっぱこのコンビの感じ、このシルバーとゴールドのこのコントラストっていうのがすごくかっこいいなと思って購入させていただきました。で裏もこういう感じで、ちょっとわかるかな、とちょっとメッシュっぽく、メッシュのね、なんか編み込みデザインみたいな、ここが本当にメッシュになってるわけじゃないんですけれども、ちょっとこういう編み込みのデザインになっていて、ちょっとなんか、なかなか今の現代のアクセサリーでこういうものってなかなかないので、すごいかっこいいなと思って。はい。こういう感じでね、つけていきたいと思います。これはね、めちゃめちゃつけるとテンションが。やっぱ金色っていいっすね、ちょっと。で、全部金だとこの音さ結構いやらしいんですけど、やっぱりシルバーが、入ってることによって、そこまでいやらしさも感じないリングになっています。これが一つ目になってます。はい。で、次が、まとめてちょっと紹介をするんですけど、これ、もう本当同じ、皆さん同じみというか、動画で、僕の動画で何回も出ている、シェーヌ・ダンクルの、MM サイズになってます。これ本当に何回も、動画に出ていて、すごい、GM サイズ去年紹介したんですけども、やっぱりね、MM の方がなんか、僕結構腕が15センチぐらい、相当細いんで、結構このくらいの方がやっぱり、一番、シンプルにつけられるというか、あとなんか GM サイズが前も言ったんですけども、街中ですごい見るなと思って、ちょっとなんか、僕ちょっと天のジャックというか、みんながつけてるとちょっとうんってなってしまうところがあるので、こういう感じで、これがシェーヌ・ダンクルの MM サイズと、で、ちょっとまとめて、紹介しちゃうんですけれども、こちらですね。これも、シェーヌ・ダンクルの、リングになってます。はい。で、これは現行でも、両方そうなんですけど、現行で出ているものなので、結構お店とかでもお馴染みかなと思います。で、これも僕、小指サイズものになってます。ピンキーサイズですね。こういう感じで。はい。やっぱり、最近どうしてもシェールダンクルつけるタイミングというのがちょっと少なくなってまして、実はこれも僕の動画でよく、視聴者の方わかると思うんですけど、最近やっぱティファニーの、
ハードウェアのシリーズつけてることがすごい多くて、で、ネックレスハードウェアの、グラジエティッドの、ハードウェアと、こちらがハードウェアの、ミディアムスモールかな、ハードウェアのこのブレスレットをつけることが多くて、割とティファニーで合わせちゃって、ちょっとエルメスの稼働率は正直減ってるっていうような現状でございます。まあ今日、ちょっと今日いい機会だったので、紹介させていただきました。このね、シェーヌダンクル、やっぱりこの組み合わせは、やっぱりすごい、こうマッチしているというか。で、サイズもそんなにすごいこれ大きいリングではないので、さっきのリングが割とこう一つで太さがあってね、ちょっとボリュームあったんですけど、これに関しては割と自然につけられるかなと思ってます。はい、まあこれが、まあこの組み合わせちょっと最近減りましたね、やっぱりね。とあとこれもネックレスもエルメスのものになってまして、これはあの動画で個別で、紹介して、こういうサムネのあのセリエのこう、普通のまあし、もう見た感じもシンプルなチェーンネックレスになってます。これ前の動画で、紹介しているので、一応まあエルメスみたいな感じで揃えてはいるんですけど、まあそこまでこう、なんだろう、主張の大きいアイテムは、個人的にちょっとアクセサリーね、主張強すぎるとね、最初いいんですけど、飽きちゃって、結局なんかシンプルなものに戻りがちなので、こういう感じで、合わせております。はい。はい。と、ラストなんですけれども、こちらが、ちょっと反射がなんかやだな。バングルになっております。コリエドシアン。もう、ご存知。コリエドシアンのバングルのカラーがね、これオレンジ色になってます。ちょっとね、やっぱりバングルの時点でね、夏使いづらいんですよね。やっぱり。夏だとね、こう汗をかくので、これが全部裏地がね、革になっているので、ちょっと使いづらいんですけど、まあ、実際につけてみると、ちょっとこれも最近全然つけてないので、割と、タンスの肥やしというか、はい。まあ、基本僕左腕はね、時計つけちゃうんですけど、まあ、こう、ちょっと、アピールをしたい時とかに、で、オレンジに関してはやっぱエルメスの、カラーっていうことで、こういう感じで、つけると、で、意外とこれ肌馴染み良くて、オレンジ色っていうのが、ちょっと写真が、画像、動画だとちょっと伝わりにくいんですけど、こういう感じで、なんか一時期なんかすごい、三代目 JS ホールブラザーズとかでなんかエグザイルかな、なんかめちゃめちゃ流行ったような記憶あるんですけど、こういう感じで、ちょっとオレンジなんで、こう、まあ結構ね、黒とか、あと、なんかブラウンとか、あとリザードとかいろいろ素材あるんですけど、まあ本当にこれは、シンプルな、牛革かなのものになってます。結構黒、あと金具もこのスタッツも、金のものがあったり、金だとね、ちょっと主張やっぱ強いんで、黒と金とか、かっこいいですけどね、主張が強いんで、ちょっとこういう感じで、意外とね、このオレンジね、そんなにこう、発色のいいオレンジではないので、若干ちょっとくすんだというか、まあエルメスのオレンジ色っていうことで、購入したんですけど、ちょっと、利用、全然使ってないと。もったいないですけど。はい、こういう感じで、ちょっと やりすぎかな。ここまでエルメスやると。で、これも。ちょっとやりすぎかな。ちょっとさすがにね、これはやんないですね。はい。ということで。どうだろうな。はい。ということで、紹介させていただきました。1、2、3、4、5アイテム紹介させていただきました。はい。結構ね、エルメス、あと革製品だと、僕、まあもちろんバッグとかはね、結構メンズの、まあケリーとかバーキンとかいろいろエルメスってありますけど、メンズって結構ね、革系は少なくて、まあお財布とか、あと唯一カードケースだけエルメスは、持っております。ただそれも全然使ってないです。はい。結構ね、エルメス、やっぱりこう、本当に、ブランドの中でも本当に、ルイ・ヴィトンとかグッチーとかシャネルとかある中でもやっぱり本当にトップオブトップ、本当にその中でもやっぱりこう頭一個抜けて、まあ時計で言うとまあパテックフィリップみたいなちょっと感じで、やっぱり格式の高い感じで、僕ちょっとねまだ早いかなと思って、若干ちょっとね使うのをためらうアイテムっていうのがたくさんあるので、まあちょっといい感じの年齢になったらもうちょっとガンガン、使っていきたいなと思っております。はい、やっぱりなんかね、最近ティファニーぐらいがちょうどいい。ティファニーとかやっぱりこの、つけてますけど、クロムハーツぐらいが、やっぱちょうどいい。
かなっていうのはすごい思いますので、はい。皆さんも購入の際はぜひ、参考にしてみてください。また、ちょっとこういう感じでノーブランドのアクセサリーとか、その他ブランドの服、あの、アクセサリーとか靴とかね、いろいろあるので、まあそういうのもちょっとおいおい紹介をしていきたいと思います。はい。こういう感じで、普段ファッションの動画だったりだとか、ザラ、ユニクロ、ファストファッション、いろんな、ファッションの動画を上げておりますので、よろしければチャンネル登録と、あと動画の高評価、していただけると大変嬉しいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time.